ここだよ。助かりました。まさか同じクラスとはね。よろしくね、転校生。よろしく。ここ出てて。ありがとう。なあ、今日はどんな事件が起きるんだろうな。事件？え？知らないの？ここはミステリー学園。毎日いくつもの事件が起きる学校なんだ。くれぐれも事件に巻き込まれないように気をつけなさい。あの事件って例えばどのようなことが。キャー！説明するより見た方が早そうだ。行くぞ。はい。早く行け。行け。おいおい、一体何の事件だ。大丈夫？どうしたんですか？私のお財布がないの。え？どこかに落としたとか。私が来たぞ。ミニ探偵。探偵？昨晩から財布がなくなったという生徒が相次いでいた。やはりクラス全員の財布が取られるということは、特定の誰かに恨みを持っているのではなく、犯人はただお金に困っているものと見た。そして今日まで様々な事件が起きてきたミステリー学園だが、これまで財布が盗まれたことはなかった。つまり昨日までいた生徒が突如盗んだとは考えにくい。よって犯人は貴様が転校生。違います。私は今日初めてこの学校に来て、引っ越してきたばっかりでお金に困ってたんじゃないのか。ある分には嬉しいけど、別にお金には困ってない。つべこべ言わず罪を認めろ。っていうかそもそもあなた誰よ。探偵になりすましたあなたが無実の人に罪をなすりつけてる犯人じゃないの。何がおかしいのよ。それはないよ、転校生ちゃん。ミミ探偵はね、この学校のいくつもの事件を解決してきたんだ。それって抵抗はやめなさい、転校生。何してる！早く教室に戻りなさい！チェ、面白いとこだったのに。はい。私の髪がない。ツルツルだ。この事件の犯人が分かりました。え、早っ。さすがミミ探偵。犯人は先生の髪が欲しくてたまらなかったのでしょう。もしかしてストーカー。似たようなもので。先生に恋してる生徒がいるってこと？でもこの先生に。しかし今までそんな様子を見せる生徒はいなかった。つまり犯人は貴様ら転校生。いや、バカなんじゃないの。私今まであなたと一緒の教室にいたんだけど。ごめんな。生徒とは恋ができないんだ。成人したら迎えに行くから。来ないでください。え、自首をするにはまだ遅くないぞ。私が先生の髪欲しいわけないでしょ。傷ついた。ごめんなさい先生。散々だったな。笑い事じゃないよ。カレーだ。カレーがどうした。ライスしかないだと。成長期の俺たち、ご飯だけで食べろっていうのか。お米だけでも十分幸せだけど。私が来たぞ。まただ
だから違うって。もういい、私が真犯人を見つける。おお。はぁはぁはぁ、逃げたって無駄だぞ転校生。そこのインチキ探偵がただの中二病だってこと分からせてやる。なんで俺まで？おい、昼寝するな。たくもう。ん？なんだこれ。あ、びっくりした。カレー？うん。あ、このシールあれだ。クラスごとに給食分けるとき先生が分かりやすいように入れ物に貼ってくれるんだ。誰？いないし。突然呼び出すとは罪を認めたか先生。枝の順番、虎の次は、だな、ねえ、牛、虎、ウサギです。あー、そう、それだ。先生が担任する私たちのクラスは何年何組？3年1組？ 3年2組です。先生、自分の担当するクラスも覚えてないんですか？いや、いつもどっちか分かんなくなっちゃうんだよね。去年1組だったからさ。あれ？あ、去年2組？あ？アホすぎる。先生、給食にシールを貼るときも迷ったんじゃないですか？自分のクラスのシールを貼ったはずが、うろ覚えだったため隣のクラスのシールを貼ってしまった。そして私たちのクラスにはカレーが届かなかった。そうですよね先生。すまない、悪気があったわけじゃないんだ。私ももう年かな。すげえ転校生、真犯人見つけちまった。ふん、私だって分かっていたわ。あと財布出すなら今のうちですよ。あ、私の財布、私の。まあ分かってたけどね。ポンコツ先生ですまない、本当に情けない。穴が入ったら入りたい。あ、先生。おい、どうして分かったんだよ。まあなんとなく。移動授業中に生徒の貴重品が盗まれたらって心配だったんじゃない？返し忘れてたことを思い出したけど、すでに騒ぎになってるし言い出せなかったってところ。じゃあ紙は？先生の紙。ああ、あの時先生が足で必死にカツラを隠してるのを見た。今日は風が強かったから突然カツラがなくなっちゃって驚いて叫んじゃったんじゃない？なるほど。いや、まあ分かってたけどね。転校生ん？なんか本物の探偵みたいだな。そう？でかしたな。ありがとう、すごかった。もう帽子渡した方がいいんじゃない？確かに、うん、分かってた。おお、すごいよ。また事件？うん、プールで金魚が泳いでるって。誰が何のためにそんなことを？この事件、私に任せなさい。いや、え、事件の真相は放課後ミステリークラブに載ってるよ。私に任せなさいって言ってるだろ。無理無理無理じゃん。